死んだのか。ああ、そうみたいだ。これで遺産は俺たちのものだな。早速歓迎の準備をしようじゃないか。15年ぶりのパーティーだ。あれだな、依頼主が住んでる島ってな。でもってこの毛利小五郎様の新たな伝説が刻まれる場所ってわけだ。思ってたよりだいぶ小さな島なのね。たく、なんでお前らまで一緒に来るんだ。いいじゃない、お父さん一人だと心細いでしょ。ふん、ガキは仕事の邪魔なだけだ。うろちょろしねえでおとなしくしてるんだぞ。はーい。たく、舞台は孤島。ノンフィクション作家利根栄次郎が建てた洋館。まあ俺ら二人にかかったらどんな難事件も朝飯前や。小さくなっても頭脳は同じ。迷宮なしの名探偵、真実はいつも一つ。これから行く館の主人だった利根栄次郎さんが先月亡くなったらしい。依頼人はその息子さんだ。ノンフィクション作家の利根栄次郎さんだよね。僕新聞で読んだよ。ちょっと待ってよ。二人ともよく平気ね、こんな高い吊り橋。怖くないの？はあ、高いところが怖くて探偵が務まるかってんだよ。蘭姉ちゃん大丈夫？ありがとう、コナン君。さあ、とっとと行くぞ。おじさん、震えてるよ。うるせえ。一体どれだけ歩いたら依頼主の館に着くんだ。俺はもう歩けねえぞ。もしかして道に迷ったんじゃない？そんなはずないと思うけど。見て。なんだあの建物。金持ちの道楽ってやつか。お父さん、依頼してくれた人の家をそんな風に言ったら悪いわよ。まあいい、とにかく行くぞ。あの建物、どこか妙な感じがするぜ。なんだこりゃ。失礼いたします。探偵の毛利小五郎様とそのお連れの方でいらっしゃいますね。はい、私が
名探偵の毛利小五郎です。私は当館の執事倉橋と申します。ようこそお越しくださいました。ようこそはいいんすけど、この館水没してるんじゃないんすか？いいえ、ご心配なく。これは先代の趣向といいましょうか。ご覧の通り1階には入れませんが、2階より上の階は普通に使用できます。はあ。入り口は2階なんですって。水の都ベニスみたいで素敵よね、コナン君。そうだね、蘭姉ちゃん。さっきの違和感は、こういうおかしな建物だったからか。いや、でもそれだけじゃない。この不自然さに隠された、もっと他の何かがあるような。一体いつになったら探偵が現れるのかね。こっちも暇なわけじゃないんだが。すみません、もう来るはずなんですが。兄さんが勝手に探偵なんて呼ぶからさ。それで遺産が見つかればお前だって俺に感謝するはずだぞ。見つかればね。道に迷っているのかもしれないぞ。まあまあ、そう焦らないで。幸運は南からやってくる。そう、私の毛に出てますわ。皆さん、コーヒーでも飲みませんか？私はコーヒーなんかより酒だ。そうだな、ブランデーでももらおうか。高弘君もどうかね、一つ。お付き合いしましょう。冗談じゃないぞ。英二郎の遺産さえ手に入れたら、こんな島一刻も早く出て行ってやる。そもそも遺産が見つからないということがおかしいんだ。チェックメイト。何？そんなバカな。君は昔からせっかちな割に手が遅いからな。まあこれで勝負はついた。約束を守れよ、今夜だ。なあ、いや、やはり。やれ。すみませんね、親父は気まぐれな人でして。間違いなく、この館のどこかに隠してあるはずなんですが。きっとその探偵とやらが探し出してくれるさ。呼んでるんでしょ、名探偵を。皆様、探偵の毛利小五郎様がお着きになりました。どうも遅くなりまして。遅かったじゃないですか。道に迷っちゃったみたいで。途中でお前があっちだなんて言うからだぞ。何よ、お父さんだって。おいおい。そんなに難しい道じゃないはずなんですが。まあ、とにかく来てくださってよかった。早速ですが、実はこの家に隠された親父の遺産を探し出してもらいたくてお呼びしたんです。隠された遺産？何でも莫大な遺産らしいんですが、それが置いてある場所を言う前に父は力尽きてしまって。遺産は私とやん。それからなぜかわからんが、そっちの若者の3人で分けることになっていたのだ。僕の父は英次郎さんとは親友だったらしいので。なるほど、そういうことでしたら、この名探偵毛利小五郎にお任せください。このバカでかい家を見つけるだけでも手こずった探偵さんに
水に沈んだこの家の中からお宝を探し出せるとは思えないがね。何ですと？私が占ってあげましょうか。なんならその方がいいかも。わかりました。この私が絶対にそのお宝を探し出してみせましょう。息はない。全員この部屋から出ないように。ラン、警察に連絡を。あ、うん。廊下の突き当たりに無線電話がございます。わかりました。毛利さん、遺体の口からはアーモンドの実のような香りがしますな。ってことは、そう、これは生産による毒殺特有の匂いです。最後に口をつけたのはこのコーヒーですか。なるほど。俺たちが来る前に何があったのか全員の話をよく聞かねえとな。まさかこのようなことが当館で。なんと恐ろしい。コーヒーに毒を入れたのは僕じゃありません。そんなことをすれば自分が一番に疑われることは分かりきってるじゃないですか。遺産欲しさにそんなことしませんよ。それにカップは皆さんがトレーから選んで取ったんです。僕が取ったのは一番最後に残ったやつです。え？僕ですか？僕は砂糖は入れずにミルクを入れて飲みました。その方が体に良さそうなのでいつもそうしてます。犯人はヤンさんだけを狙ったんでしょうか？それとも、僕は砂糖もミルクも使わないけど、もし入れていたらやっぱり同じように。俺はコーヒーは飲まなかったよ。クライドさんに酒を付き合うように言われてね。確かにコーヒーを入れたのは和彦君だが、砂糖とミルクはみんな自分たちで取って入れてたからね。犯人がそこに細工をしたとも考えられるんじゃないか。どういうことだ。なんでヤンが毒を。コーヒーを入れて持ってきたのはあの和彦という青年だ。調べるまでもない、あいつがやったんだ。遺産の分け前を少しでも増やしたくてな。恐ろしい。次に狙われるのはもう私しかいないじゃないか。おい、あいつを早く捕まえて檻に放り込んでくれ。まずはヤンさんが飲んだコーヒーを疑ってかかるべきだろうな。
コーヒーカップに不審なところはない。他のと同じだ。印をつけておいたとか、カップの縁にあらかじめ毒を塗ってたってことはなさそうだな。砂糖は包みに入ったスティックタイプだし、ミルクもプラスチック製のカップに入ってる。どっちも事前に毒を仕込んでおいたとしたら、その形跡が残っちまうだろうな。確かにアーモンド臭だ。死因についちゃ疑う余地はないな。多分ミルクか砂糖に毒が入れられていたんだな。俺はブラックで飲むし、ボスはコーヒーじゃなくて酒を頼んだし、それで助かったのかもしれねえな。ボス？ああ、クライドさんのことさ。砂糖とミルクを両方入れたのは私とヤン様だけね。でも私は生きてるし、そもそも封がされたままのミルクに毒を入れておくなんて簡単じゃないわよね。じゃあ毒は砂糖の方に入ってた。でもミルクも砂糖もみんな自分で選んで取ったのよね。どういうことだろう。おーら、警察に連絡はついたか？それが変なの。何度かけても電話が通じなくて。何？他の番号もいろいろ試してみたんだけど、全部ダメだったわ。そんなバカな。どうやらこりゃ事件の可能性が濃厚ですな。ちょっと整理してみるか。高弘さんとクライドさんはコーヒーを飲まなかった。コウスケさんとケビンさんはブラックで、和彦さんはミルクを入れたんだよな。そして殺されたヤンさんとメイリンさんだけが砂糖とミルクの両方を入れている。しかしメイリンさんは生きているから、もし仮に砂糖に毒を仕込んだとしてもヤンさんだけを殺せたとは思えない。同じ砂糖入りのコーヒーを飲んで殺されたヤンさんと生きているメイリンさん、二人を分けた違いが分かれば、それがトリックを解く鍵になるかもしれない。ねえねえ、メイリンさんってコーヒーを飲むときちゃんとかき混ぜてる？いいえ、だって必要ないじゃない。どうしたのコナン君？ううん、なんでもないんだ。メイリンさんの飲み方がよく分かったよ。おい、俺はもう我慢できんぞ。こんな人殺しと同じ部屋にいるのは。お前らが何もしないと言うなら、俺がこの若造を牢に監禁してきてやる。僕はやってない。読めたぜ、犯人の使ったトリックが。犯人はやはりヤンさんだけを狙って殺したんだ。しかしこのトリックなら誰にでもチャンスがある。犯人は誰なんだ。やめてください。いいから来い。早くしねえと和彦さんが連れて行かれちまう。あの人が犯人だと決まったわけじゃない。
犯人はおそらく全員の好み、コーヒーをどうやって飲むのかをここ数日の観察から掴んでいたんだ。そしてヤンさんの飲み方を利用して確実にあの人だけを毒殺したんだ。さあ来い、警察が来るまでぶち込んどいてやる。ちょっと乱暴はやめてください。お父さんも何か言って。しかし状況としてはだな、なんとかおっちゃんにこのことを気づかせてやらねえと。コナン君、何してるの？うん、お片付けしようと思って。でも使ってあるスプーンは一つで、他はみんな綺麗だから洗わなくていいよね。くら、現場のものを触るなっていつも言ってるだろう。待って。あ？この中でスプーンを使ったのはヤン様だけよ。スプーンに毒がついていたとしたら、ヤン様だけを狙うのも可能だわ。決まりだな、これや。和彦が犯人とは限らない。しかし、コーヒーは和彦くんが持ってきたトレイから、みんなが自分で選んで取ったんですよ。ヤンさんが確実に毒のついたスプーンを取るかどうかは。もし、全部のスプーンに毒が塗られていたとしたら。なんだって？じゃあ、犯人は我々全員を殺そうとしたというのか。いいえ、ヒントは砂糖とミルクよ。はあ？砂糖とミルク？待てよ。そうか、コーヒーをブラックで飲む人間がスプーンを使うことはまずありえない。僕もミルクは入れますが、スプーンは使えません。その方がコーヒーの中に広がったミルクの波紋が美味しそうに見えるので。なるほど、それなら全員のスプーンに毒を塗っても殺すのはかき混ぜる人物だけに絞られる。そうそう、つまりこれはヤンさんとメイリンさんを狙った犯行だったということか。メイリンさんのコーヒーの飲み方。メイリンさん、そういえばさっきかき混ぜたりしないって言ってたよね。ってことはいつもスプーンは使わないの？そうなんすか。ええ、めんどくさいじゃない。砂糖だって専用のやつだし、すぐに溶けちゃうでしょ。なるほど、そうか。メイリンさんも砂糖とミルク両方を入れるが、スプーンを使わないからコーヒーに毒が入ることはない。そう、犯人は全員の好みを把握し、飲み方まで利用した。そして一見無差別に見えるこの状況でヤンさんだけを毒殺することに成功したんだ。こんな芸当ができるのは。なるほどな。種が分かってみるとトリックとも呼べないようなトリックだぜ。で、それをやった犯人は誰なんです？え？ああ、それは…少なくとも、和彦さんとは限らないわ。おお、そうだな。それならば、全員にチャンスがあったことになる。とにかく、皆さんの中に犯人がいることは確かなようですな。詳しく調べさせてもらうことになりますぞ。そうだ、チャンスはここにいる全員にあった。そしてこのトリックならこの部屋にいなかった人にも。ねえねえ、この家の人ってさっきの執事さんとここにいる人で全員？ん？ああ、あと一人スミコさんっていう家政婦さんが。そろそろか。なんだ爆発みたいだぜ。この方角は橋の方からだ。まずいぜ、今橋を落とされたとなると。でも今現場を離れるのは。そんなこと言ってる場合かよ。全員一旦この部屋から出てください。それから倉橋さん、この部屋に鍵をかけて現場に誰も入らないようにしてください。はい、かしこまりました。さあ皆さん、部屋のものを動かさないように急いでここから出て行ってください。
ケビンさん！くそ！ケビンさんの言う通りだ。まずいぜ。あの橋を落とされたら外部との連絡が一切取れなくなっちまう。